チャース冬物です。一本丸々動画するほどではなかったんですが、かなり激しい戦闘があったので、今回はそれがオープニングです。クリア。2回限定でのセミオートの殲滅戦ですね。兵士が右の通路を守ってくれているので、フィウス一歩手前の通路から行こうと思います。フレッシュがやられてしまっております。しばらく待っても来る敵がいなさそうなので、前の扉を開け進んでみることにします。動き的に左右を警戒してたようなので、多分今の方でこちらはクリアですね。思い切って裏取りを目指します。ここで左に行ってもいいんですが、まずは完全に裏を取りたいので、右側から回っていこうと思います。完全に後ろを取れました。ありがとうございます。ありがとうございます。この部屋に敵はいませんでしたね。ヒットコールと扉の音で勘のいい人は戻ってくるかもしれないので、唯物一旦引いて右から裏取りしてると見せかけて左側から攻めてみたいと考えています。敵さんが浮遊物の罠に引っかかっていれば反対を向いているはず。ポーチを狙って、案の定でしたね。不用意でした。浮遊物こういうとこ爪甘いよな。続いては復活なしの殲滅戦になるんですが、制限時間2分のスピード勝負です。なおクーロンさんではフレンドリーファイヤーは撃った方も撃たれた方もヒット判定になります。そのルールにより悲劇が起こります。せっかく裏を取れていたのに、浮遊物がフレチョ、仲間が浮遊物をフレンドリーファイヤーし、3人でヒット退場です。また2分間の殲滅戦です。フレチが右の大外を見てくれるらしいので、浮遊物は正面を注視しております。敵の銃口がちらっと見えましたね。引かれる前に追撃いたします。これは裏取りできる予感。裏が取れると気持ちいいですね。この後修理がかからないので敵を探したんですが、見つけることができずタイムアップとなりました。いやー、サバゲー遠征楽しかった。また行きたい。